身の田畑博夫です。私は20年前から両学校の方から、尺力を受け、一年召集に入信したのですが、一度ゴミをしただけですぐに退店してしまいました。その後、先輩が何度も電話をくれたので、会いに来てくれたのですが、全く聞く耳を持とうとしませんでした。しかし、退店してからの20年間は、本当に町ならでの生活となってしまったのです。退店から数年があった頃には、すでにひどい時間になってしまっており、ある時には、実家に遊びに行って酒を飲み、わけのわからないうちに屋根に登って転落し、背骨を圧迫骨折という大けがをしてしまいました。しかも病院のベッドで目を覚ました時には、心配して付き添ってくれている父親を見て、あろうことかこの男に突き起こされたんだと思い込んでしまうほど酒で神経がやられてしまいました。その後もいつも酒を飲んでは喧嘩をし、相手が血まみれになるまで殴ってしまったり、妻に対しても結婚当初からずっと暴力を振るっていました。自分の手足を怪我するほど妻を殴ったり蹴ったりするものですから、その翌日は夫婦で病院に行ったりしていたものです。また仕事をしても同じ職場で1年では続かず、転々と職を変えていたのですが、そのほとんどの職場で最後は上司に暴力を振ってしまいました。そして友人や家族の関係がどうにもならないことに悪くなっていったとき、今度は自称ヤクザの人に付きまとわれるようになったのです。その人は仕事で知り合った人だったのですが、近所の組織の組員になったから、これからの付き合いを頼むと言ってきて、新聞の購読や1枚数万円もするパーティー券の買い取りなどを次々と強要してきました。裏に暴力団組織があるということに怯えた私は、断ることができず、その人の言いなりになるしかありませんでした。そしていつその人が来るかもしれないという恐怖で、夜も6時に眠れなくなっていきました。思えばそれまでの私は、自分の思い通りにならなかった暴力を振ったり、平気を褒めたり、あるいは嫌がらせをしてまで周囲の人を思い通りにしようとしてきたのですが、今度は逆転して、自分が嫌がらせや暴力を振り入れる評価に落ちてしまったのです。少しの物音ですが、ビクビクする毎日を送っていた私は、このままでは精神的に異常をきたしてしまうというところまで追い詰められていました。そして昨年3月、ついにこれは体験した罰かもしれない、もう一度信心してみようと思い立って、机の引き出しにしまい込んでいた手術とお経を取り出しました。そして20年もの間、諦めることなく私を諭し続けてくれた小島判事に、これまで話を聞こうともせずに申し訳ございませんでした、信心をさせてくださいと手紙を出したのでした。その数日後、本部での春季祈願法要に参加したのですが、発心してから初めてご本尊様の本前でご供させていただいた私は、不思議な感動を覚え、涙が出てきました。そして一緒に連れて行った娘も、その日のうちにご自戒を受け、さらに1ヶ月後には息子も
そのために妻は今まで積もりに積もってきた私への不満を一気に爆発させるのでした。私は体験した町で妻に本当に辛く苦しい思いをさせてしまっていたことを改めて思い知り、ご本尊様に大変の罪を心からお詫び申し上げるとともに、何としても妻や子供と一緒に幸せにしてくださいと言ってきました。また先輩から釈迦をして悪口を言われることで自分自身の対象消滅がなされ、いずれ奥さんを信心できる日が来ますよと教えていただき、本当にありがたいと思いました。そして、ご無教頂戴、お父さん、会合参加、釈迦と一生懸命に信心に励んだところ、3ヶ月ほどした頃には、妻も子供も信心するようになったから、パパがすごく変わったと言ってくれるようになり、ついに妻がお誓いを受けることができたのです。大商人様が何の標本よりもお化粧の標本を
通せられているように方法論を先に考えるのではなく、とにかく真剣に招待しご本尊様にお伝えすることですよと指導してくださいました。その言葉にハッとした私はご本尊様に真剣にご祈念していきました。するとそれから2日後、なんと営業停止状態にあった仏会社が特別措置を講じて、考えてもいなかったような大きな仕事を私のところへ持ってきて、それを業務が決定したのです。通常では考えられないことですので、私はこのあまりにも歴然と現れた仏の現象を前にし、ご本尊様はどんな祈りも叶えてくださるのかということを改めて発信させていただきました。また話は前後しますが、仕事がなくて困っていた頃、私には信仰上でも大きな悩みが起きていました。それでは本業を始めると、私自身は思ってもいないのに頭の中にご本尊様の悪口が浮かんできてしまうという現象で、いくら振り払おうとしてもできず、本当に辛く苦しい状態なのです。そこで4月度の本部講習会を終わり、思い切って大草高等に質問しました。それに対して高等は、それは原因が2つ考えられます。1つはあなたの生命に深く方法が詰まってしまっているからです。苦しいでしょうけれど、その時は過去の方法をご本尊様に心からお話し、1回でも多くお開目を唱えるためです。2つには亡くなった生徒が地獄に落ちて苦しんでいるため、それが生命につながっているあなたの家に影響しているのかもしれません。先祖を成仏せしめるべく、しばらくの間週に1回お当番供養をしてみてくださいとご指導くださったのです。その日から私は過去に体験して大方法を犯してしまったことを心の底から本尊様にお詫び申し上げるとともに、週に一度自宅近くの消臭寺院でお当番供養をしていただき、さらにお登山やご講の際にもお当番供養をお願いしていきました。すると3ヶ月ほどした頃にはほとんど悪口が浮かんでこなくなったことに気づきました。以前は自分の意思ではどうにもならなかったのに、今ではすっかりその苦しさから解放されています。私はこれらの体験から師匠先輩から示された指導をそのまま実践するならば、本当に大聖人様の御心にかなった信心ができ、ご本尊様の苦労が流れ返ってくるなどと確信いたしました。また私に信心を始めるきっかけを作ってくれた自称ヤクザの A さんのことですが、今年の流れです。またパーティーを持ってきた A さんを祝福したところ、 A さんは私が信心をして変わったということを認め、つい1月ほど前に一年召集に入信することができました。そして A さんは私に、前は迷惑かけて分かったらそばで言ってくれるようになり、今両学校の校員として共に信心に励んでおります。思えば20年近くの大戦という大方法を犯し続けてしまった私ですが、そんな私までもご本尊様を救ってくださったのです。本当に申し訳ない、またありがたくてなりません。この方法を講じて保護する一見上人殿下様の御心を盗んで立てまつるためにも、いただいた苦労の数々を決して忘れることなく、一生涯信心を貫いて、また大聖人の分、まだ大聖人の分法に消えてきずにいる人たちを精一杯で祝福してまいりたいと思います。